はい、始まりました。石門ジャップ TV。 各クラブの怪我とかで戦線離脱していた主力級の選手、京都戦に限って久々復帰して活躍するケースがやたらと多いんじゃないかと変な被害妄想を感じている石門ジャップ。そこで本日のトークテーマですが、2021年 J2 リーグ第25節、台風の影響により一部延期していた松本 VS 京都の試合が今週唯一の J2 火曜ナイターとして開催されましたので、その試合のレビューを行っていきたいと思います。それでは早速、試合結果等はこの通り、2対2でドロー。前回対戦時の0対0スコアに引き続きドローで決着つかず、共に前節大敗しており、京都は甲府に0対3、松本は岩田に0対4と、中2日で迎えた試合ではありましたが、悪い流れを打ち切るまでには至らず、そこでこの試合を一言で表すと、J2 唯一の火曜ナイター、連戦らしく球際での強度を発揮できず、オープンな展開でチャンス多数も相性の悪さ通りドローとありまして、昇格圏の2位京都と降格圏の21位松本という例年では考えられないシチュエーションで迎えたこのカード。まずスタメンを見ていくと、前回対戦時から松本は監督が七海監督に変わりましたが、ポジションやメンバーは思いのほかそこまで変わっておらず、前線のメンバーに手こ入れ程度。シーズン途中から加入した伊藤選手とセルジーニョ選手が復帰しており、守備の要の橋内選手が怪我明けから11試合ぶりの復帰という状況。それに対して京都は両サイドバックに大きな手こ入れ。これは意外でした。てっきり甲府戦に帯同していたメンバーの中から選手を先行すると思っておりました。連戦の疲労を考慮してか、左サイドの荻原選手のところに今季初スタメンの黒木選手、そして右サイドの飯田選手のところに白井選手、あとセンターバックのところに浅田選手から本田選手に変更、あと明らかに調子が良くなかった竹富選手に代わり、サンガのサポーターの皆さんが待ち望んだ宮吉選手のスタメン復帰、宇高選手やバイス選手が連戦にもかかわらずスタメンという珍しい采配もあり、リーグ戦にかける思いが伝わります。核となる部分はしっかり残しつつ、結果と戦力の底上げを共に狙ったスタメン。しかし両チームともに連戦の真っ只中ということもあり、持ち味であった球際の強さを発揮しきれず、中盤が間延びになり、どこか緩いオープンな試合展開。京都としては対松本とのリーグ戦では16試合中1勝しかしたことない嫌なデータを裏付けてしまうドローとなってしまいました。この結果を受けて松本は現在3戦無得点で3連敗中だったので、4試合ぶりの得点を重ね大量失点を防いだので、松本からすると収穫はあったと言えるゲームかもしれません。その一方、京都は長年続いている不調チームには弱い連敗ストッパー的な役割をここでも発揮。9月に入るまでは26試合中18失点だった守備がここに来てアウェーの2試合で5失点。昇格への道のりはまだまだ険しいと感じさせられた今節。そこで両チームの寸評を語り、試合の流れを振り返っていきたいと思います。まず松本からの寸評ですが、クロス対応時ボールウォッチャー、そして京都のビルドアップを狙う。一方京都の寸評ですが、中央が無理なら素直にサイド展開、そして左で組み立て右で仕掛けるとありまして、まずは試合開始早々の宮吉選手の猛プレス、もうああいうの大好きです。火曜ナイターのサッカーを見るには少し腰が重たい私でも、開始早々の宮吉選手の猛プレスには乗せられるものがありました。久々の先発で気持ちの入りようが見て取れましたし、その勢いのまま宮吉選手に前半7分決定的チャンス到来。宇高選手のシュートに宮吉選手がゴール前で反応。これは決めて欲しかったんですが、試合の入りとしては京都良かったと思います。一方松本としては攻撃の押し上げ時、体が重いのか選手の配置が後ろ寄りなのか、伊藤選手にボールが渡っても孤立する状況が多く、それもあって京都はより前がかりになっていました。そこで前半11分ゲームに動きがありました。京都が前がかりになっているところを松本が耐えて京都の右サイドを剥がし、セルジーニョ選手から河合選手へ裏一発。若原選手が前に出るも、河合選手のスピードが勝り、3試合連続先制点を許す展開に。この1失点目のシーン、高い高いラインを裏抜け一発という、ある意味今年の京都らしい失点。要因としていろんな見方が取れると思います。リスク管理の観点から、若原選手がもう少し前に陣取るであったりとか、黒木選手がもう少し中に絞ってたらなどなど、これは個人的に荻原選手やったら間に合って防げたのではないかと思ったりもします。
またバイス選手のケアが遅れ、簡単に上げさせすぎなども含め、各選手のポジショニングには修正の余地があると思います。しかし僕が思うには根本的に修正しないといけないのは、右サイドのタッチライン際に二人がかりで追い込んだにもかかわらず、富山選手からセルジーニョ選手へ簡単に縦パスを許したところ、あそこで囲い込んで潰しに行くのが京都のサッカー。たとえ剥がされたとしてもそこをインターセプトできればそれはそれで良かったんですが、バイス選手としてはまさかの縦を通されたということもあり、右サイドバックの位置へのケアは当然間に合わず、3バックならまだしも4バックのサイドをセンターバックの選手がケアするのは難しく、セルジーニョ選手のあのパスをバイス選手が防ぐのはさすがに酷な話。潰すべきところで潰せなかったことと連動したスライドが間に合わない部分が見受けられ、インテンシティが損なわれた京都は脆いと感じさせる1失点目でした。しかしその約10分後の前半21分には、京都は崩された右サイドの白井選手のところから崩し返しました。セットプレーのこぼれをバイス選手から白井選手が抜け出して絶妙クロス。これに宮吉選手のヘディングダウン。これで同点となりましたが、前半33分、セットプレーのこぼれ球からセルジーニョ選手の超高速クロスに伊藤選手が合わせ、松本に勝ち越し弾を許しました。まあこれは仕方がない。セルジーニョ選手のキックの入れるスピードと高さが完璧。しかも左のセットプレーから始まり、こぼれて右サイドからのセンタリング、またまたこれもこぼれ左サイドからのクロスなので、サンガのディフェンスからしたら左右に揺さぶられ、集中力が途切れたところであのスーパークロス。サッカー歴10年以上の経験者的目線から言わせてもらうと、やられるのも理解できます。センタリングを跳ね返した後って個人差あると思いますけど、どうしても油断しちゃうんですよね。しかも今回は2回も跳ね返しているので、僕がディフェンダーやったら思わず、うわって言ってしまいそうなセルジーニョ選手の高速クロス。中で構えてたらここに蹴ってほしくないって思うところ、絶対ディフェンス目線からするとあるんですよ。セルジーニョ選手のキックがまさにいい例。本当にそこにピンポイントで上げてきよった的な、セルジーニョ選手を褒めるべきサンガの失点だったと思います。そこで再び追いかける展開となった京都、前半終了間際は京都の猛攻。特に取り上げたいのが40分、バイス選手と宇高選手のホットラインで宇高選手が抜け出したシーン。橋内選手に倒されたんですが PK 判定ならず。いや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 、完全に足にかかってたので悔しい限り。まあ倒した橋内選手を擁護するのであれば、スライディングを行き切らず最後少し止めたのが審判にとって悪い印象を与えなかったのかもしれません。とはいえ状況的にも宇高選手が明らかに有利だったので、 J1 だったら VAR で PK 判定間違いなしだったと思います。そんなモヤモヤする状況で前半を終え、迎えた後半、早々宮吉選手の今節2点目となる同点ヘッド炸裂。これはうまかった。京都はできるだけ真ん中から崩そうとするも、松本の中央が非常に熱いので素直にサイドに展開。松本の選手がサイドに展開され、首を振ってマークを確認する時間を与えないうちにクロスを素早く上げた黒木選手、お見事です。精度はもちろんのこと、ダイレクトで入れたのが良かった。実際のところ黒木選手ドフリーだったので、トラップしてクロスっていうのも考えられなくはないんですが、あれトラップしてクロス入れたら宮吉選手はおそらくマークされてゴールにならなかったと思います。黒木選手の、賢明な判断が光りました。これで両サイドバックがアシスト。今節は本来スタメンの荻原選手、飯田選手との違った良さと悪さが現れたと思います。クロスからのアシストはいい結果として現れたんですが、他の違いとしては、本来の荻原選手と飯田選手のサイドバックなら、右から組み立て、左でフィニッシュするという形が多く、今回の黒木選手と白井選手のサイドバックなら、左で組み立て、右で仕掛けるという形が見受けられます。攻撃ではアシストという形で結果が出て、守備ではほころびとなった今節の両サイドバックに対する私の見解です。そして試合は連戦の疲労も重なり、体力に自信のある京都が優勢ながらも、オープンな展開で2対2のまま試合が進んでいきました。両チームともチャンスあり、セルジーニョ選手の鋭いシュートであわや勝ち越しを許しそうになりますが、若原選手のビッグセーブで勝ち越しをギリギリ許さず、またサイドからのクロスでヒヤリという場面もありました。一方京都はロスタイム突入時、2点目の宮吉選手の得点と似たような感じで、バイス選手のドリブルでの侵入により松本の選手を真ん中に引き寄せ、右サイドの飯田選手からのクロス、結果的にはイスマイラ選手には合わず、これは本当に合わせて欲しかった。真ん中からサイドに振ったので松本のディフェンダー陣の弱点であるボールウォッチャー状態になっており、イスマイラ選手へのマークが完全に外れていました。それだけに飯田選手のクロスの精度が気になったところで、試合もそのまま終了。後半最後ら辺は体力の部分で違いは見せていたので、勝ち越ししないといけない試合。結果及び
途中交代で入った飯田選手のふわふわな感じと、浅田選手のパスずれ、左に欲しいけど右にパスを出すようなちょいちょいずれるパス精度の低さも見受けられ、もやもやとした試合内容と結果でした。そこで次、両チームの印象に残ったプレーを語っていきたいと思います。まず松本の印象に残ったプレーからですが、27分、伊藤選手のゴールキーパーからのフィードに対するポストプレー。体の向きと違う方向にいる味方に合わせる視野と技術力、これは上手かったです。河合選手が前を向きながら次のプレーに移行でき、チャンスになり得るシーンだったので選ばせていただきました。一方、京都の印象に残ったプレーですが、79分、宇高選手のイスマイラ選手に対する信頼感がうかがえるアバウトなパス。宇高選手って賢すぎるので、安易に無駄な横パスを出すことはなく、ゴールに直結する確実性があるプレーしか選択しない選手なんですが、そんな宇高選手がイスマイラ選手がいる方向にアバウトなパス、結果的にイスマイラ選手が超強引な反転シュートを放ったわけですが、宇高選手は頼られる側の選手なので、そういうパスが宇高選手に入るならまだわかるんですが、今回は宇高選手が出してという状況、宇高選手がまるでイスマイラ選手に頼っているかのように見受けられる珍しいプレーであり、イスマイラ選手がチーム内で信頼を勝ち取っていると思わせるプレーだったので選ばせていただきました。そして次、両チームのベストプレイヤーを語っていきたいと思います。松本のベストプレイヤーからですが、ミッドフィルダーのセルジーニョ選手、キックの精度と視野の広さでチャンス創出。ほんとこの選手はサンガの天敵。復帰後はそこまでコンディションが上がっていないと聞いていたんですが、まるでお得意様の京都戦に向けてコンディションを調整したのではないかと思うくらい、パスを引き出し展開し、自らもシュートを打つなど、かつてのセルジーニョ選手と何ら変わらない怖い選手のままでした。そして一方、京都のベストプレイヤーですが、ミッドフィルダーの松田天馬選手、バテることを知らない男。他の選手の動きが鈍い中、中2日の試合で90分通してへばることなし。分かっておりましたが、マジでこの選手の走力は異次元。それは超キジェ監督が連れてくるのも納得ですし、この試合交代なかったのも当然。ずっとプレスの強度がこの試合衰えていなかった。連戦であればあるほどこの選手の存在は貴重だと感じさせられました。何度もチェイシングで松本の攻撃を中断させてました。その結果、松本の選手が勢いよく攻撃に行けなかったことに繋がったと思います。松田選手ってあまり目立たないんですが、彼が走ってくれるおかげで相手の選手が疲れるのもあるんですが、味方目線だと少し休むことができ、いざという時にパワーを発揮できるという分かりづらい効果があります。90分よく走り抜いたということで、お疲れ様と言いたいです。そして次、MVP。これは一人だけ。京都サンガ FC からフォワードの宮吉匠選手。久々先発の期待に2得点で即回答。守備ではプレスで相手をサイドに追い込むわ、攻撃では点を取るため相手から消えるのがうまいわで、この試合結果的に2得点。身長が173センチにもかかわらず、ヘディング2発はオフザボールの動きと点を取れる場所を瞬時に判断できる能力があるからこそ、MVP は妥当でしょう。京都は9月に入ってから2試合勝ちなしの5失点というネガティブな状況ではありますが、京都の主砲宮吉選手の復帰後2得点はポジティブな材料と言っていいでしょう。以上、今節の振り返りはここまで。次節、ホームで FC 琉球戦、2位と4位の昇格争いサバイバルとなる上位対決。琉球は田中選手や知念選手など主力に怪我人続出となっており、その琉球は前節、長崎との上位対決に敗れており、昇格争いに踏みとどまるためにも、29節は正念場と言っていいでしょう。また両チームとも前回対戦時は堅守を誇っており、それにふさわしい0対0のゲームでしたが、直近のゲームともに失点が目立つようになっており、前回対戦とは異なり、スコアが動くことは間違いないでしょう。そこで京都の注目選手ですが、宮吉匠選手、松本戦の活躍から琉球戦も先発間違いなしでしょう。連戦の真っ只中なので、他の選手に比べ比較的フレッシュ。サンガのインテンシティを保つためにも、宮吉選手の運動量は欠かせません。得点の部分では今年は3戦連発している実績がありますので、今回2試合連続を期待するのは必然でしょう。不調なチームの中で宮吉選手がホームで点を取ると、チームがポジティブな方向に向くのは間違いなし、期待せずにはいられません。一方、琉球の要警戒選手ですが、風間光也選手、ディフェンスラインと中盤の間でスペースを見つけボールを引き出すのが上手い選手。食いつきすぎてバイス選手等のセンターバックの選手が引き出されるのは避けたいんですが、食いつかなさすぎると逆にフリーにして危ない位置に絶妙なボールを蹴ってくるので、適度な距離感で捕まえておきたい選手。ここでこの試合負けると、いよいよ京都やばいんじゃないかという空気が流れる一戦。昇格ライバルを蹴落とし、再び首位奪回となる試合を期待して、ここらで終わっていきたいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。
チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また、次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。